ジェイコブ・コッペル・ジャビッツはアメリカ合衆国の政治家、連邦会員議員、ニューヨーク州司法長官、連邦上院議員を歴任。所属政党は共和党、モリス・ジャビッツ及びアイダリット・マン夫妻の息子として生まれる。ジャビッツは1920年にジョージ・ワシントン高校を卒業した。コロンビア大学の夜間学校に進学し、その間様々な職業に就いた。 その後1923年にニューヨーク大学法律学校に入学する。1926年に卒業、1927年に放送会入りし、10歳上の兄ベンジャミン・ジャビッツと共にジャビッツジャビッツ法律事務所を開設した。ジャビッツ兄弟は倒産及び少数株主訴訟を専門に扱い、大きく成功した。百三十三年にジャビッツは マージョリー・ジョアン・リング・リングと結婚した。二人は子を設けず、1936年に離婚した。1947年に、マリアン・アン・ボリスと再婚し、三人の子を設ける。第二次世界大戦勃発時、正規兵としては、高齢すぎると考えられ、ジャビッツは1942年に、陸軍の科学戦部将校として、収益、戦争の終わりまで務め、中佐まで昇進した。 ジャビッツは若い頃、父親がたまにイホールの一員として働くのを見て、この悪名高い政治団体の幹部集団に関連する不正と汚職を直接経験することとなった。彼は民主党を拒絶し、1930年代前半にフィオレラ・ラガーディアの市長選を支援する共和連合党に加わった。戦後彼は市長選に立候補したようなゴールドスタインの 主任調査官となる。ジャビッツの選挙での働きは、彼の政界における能力を示し、マンハッタンの共和党省グループが第21選挙区の候補として指名するのにつながった。共和党は1923年以来同区における議席を持っていなかったが、ジャビッツは勢力的な運動を展開し当選した。彼は新人議員として、 マサチューセッツ州のジョン・ F ・ケネディやカリフォルニア州のリチャード・ニクソンと共に議会入りした。ジャビッツは1947年から54年まで議員を務め、ニューヨーク州司法長官に就任するため議員を辞職した。ありがとうございます。